あれはわいがまだ汚れを知らへん子供の頃、やっぱしこんな雨の降る日やった。志向院には当時めっちゃ好きな歌手がおってな、なあ、わいはその歌手がこの町に公演に来ることを教えてやったんや。ああ、もちろん嘘話や。降りしきる雨ん中、憎き志向院のやつを来るはずのない歌手を待たせる作戦やったんや。わいはその歌手を雨ん中待ち続ける志向院を一目見ようと、志向院に教えてあった場所で待ち伏せしとったんや。せやけど志向院はいつまでたっても来えへんかった。何時間待ったかわからへん頃、そんなわいに後ろから声をかける女がおんねん。その女はあろうことか志向院やった。わいは震えた。そんでなんで志向院がここにおるんか聞いた。なぜなら志向院がいる場所はワイの後ろではなく、身を潜めているワイの前であるはずやったからや。志向院の答えはこうやった。本を買いに行ってたんだけど、ワイはその答えに腐った。あろうことか志向院を騙して何時間も待たせる作戦が、何時間も雨ん中で待っとったんはワイの方やったんや。ワイは切れた。なんでお前はあそこで待っとらんのやと。志向院の答えはこうやった。嘘だって知ってたから。ワイはその言葉に怒った。そして志向院につかみかかったら、雨ん中で人間サンドバッグ状態や。私そんなに忘れん坊じゃありませんよ。若葉を待ってるんです。なんか掃除当番らしくて。はい、岡野先輩は今日は日向ちゃんと水面さんは、そうなんですか、偶然って重なるものなんですね。
ですね。雨ですか？そうですね。昔は嫌いでした。ええ、なんか雨って憂鬱な気分になっちゃって。でも、今は不思議とそんな気分にはならないんです。はい、多分気の持ちようが変わったからなんだと思います。はい、雨にも素敵なことがあるって分かりましたから。先輩には内緒です。そうですね。のぞみちゃん。申し訳ありませんわ。長い間お待たせしてしまって。いいよ、若葉、掃除当番なんだから。本当にごめんなさい。岡野さん、ごきげんよう。そういえば、なんかお二人で楽しそうでしたけど、何のお話をしていましたの？うん、雨の話。雨の話ですの？ほら若葉、もう行かないとバイトの時間に遅れちゃうよ。そうでしたわね。それじゃあ先輩、これで失礼します。失礼します、岡野さん。はい、そうですね。
どうしてこの猫はここで泣いているだけなんでしょうね。誰かが憐れんで拾ってくれると思ってるんでしょうか。この場所に至って飢えて死ぬだけなのに、自分で歩き出さないと、人に頼ろうとしたって助けなんて来ないのに。別に気になってなんかいませんよ。見てるだけです。どうもしませんよ。見るのに飽きたら私は帰りますから。では岡野さんが飼ってあげるんですか。そうですか。帰ろうと思います。私のせいですから。この子が私に懐いてしまったの。
大丈夫だと思います。どうせ一人暮らしですし。はい。自分の足で歩き出そうとしたから。この子がです。美人三姉妹温泉巡り殺人事件。その時妻が見たものは過去の怨念をよみがえらせる連続殺人事件の始まりだっただよ。だってまだ始まったばかりで第一の殺人も起こってないよ。そんなの嘘だもん。怒ってないのに、そんなの神様じゃないとわからないんだもん。
ののみさんが歌ってるよ。なんで？始まって5分しか見てないのに犯人が分かったの？俳優？それ、なんかずるいよ。